マスキングテープを使ったカードのアイディアを8個紹介していきたいと思います。もかちゃんタイムスタート。1つ目は細いマスキングテープで枠を作っていきます。2本重ねたりとか、あとはこうやってクロスにしたりとかするとすごく可愛くできるので、ぜひぜひやってみてください。はみ出ちゃった部分は裏にペッと折り込むと綺麗にできます。次、好きなマスキングテープをいい感じのサイズに切ってグリグリと2回ねじります。そしてペタッと貼り付けるとリボンみたく可愛くできちゃいます。いろんな柄や大きさで作ってみてください。可愛いです。じゃじゃーん。次、クッキングシートを小さめに切っていきます。そしてそのクッキングシートにマスキングテープを二重に重ねてこのように貼っていきます。二重に重ねることによって剥がした時にもずれなくて済むので、しっかりとこう重ねて貼ってください。そして好きな形のクラフトパンチでパンと形を抜いて、それを剥がしてシールみたいに使えます。好きな模様のシールが作ることができるのでやってみてください。可愛いです。じゃじゃん。次はタコ糸でガーランドを作っていきたいと思います。タコ糸の真ん中にペタペタっとマスキングテープを貼って、そのマスキングテープをパタンと折りたたむように貼り付けていきます。そうしたら一気に全部三角に切りたいので重ねて三角に切っていきます。そしてこれを広げるとこのように可愛い旗が出来上がるので、お手紙とかの端っこにペタッとセロハンテープで貼って完成になります。次、はい、次はお花を作っていくんですけども、これはね細いマスキングテープなのでこのまんま貼っちゃってます。でね、太めのマスキングテープを持ってる人は半分に切ってこういう風に重ねていくととても可愛くお花ができます。真ん中にね丸シールを貼ったりしても可愛いかなと思います。いい感じ。はい、次は鉛筆をね作っていくんですけども、好きな長さに切って横に貼っていきます。そうしたら鉛筆のとんがってるシャインの部分を描くだけです。かわいい。はい、次はろうそくを描いていきます。最初にケーキを描きます、自分で。そして細めのマスキングテープを横に並べて貼っていきます。長さがね違う方が可愛いかなと思います。そこに火をかきます。次はお家を作っていきます。下のお家の部分はこう四角で、屋根の部分は三角なので三角に切ります。そのまんまです。でちょっとこうビルみたいな感じで細長いお家だったりとか大きいお家だったりとか、いろんな形のお家を描いてみたりしちゃったりして可愛いです。はい、こんな感じで重ねるときは一度机の上に重ねて剥がして、それそこから切ってってやるとやりやすいですね。ステイホームですね。
はい、それではまとめということで、今まで紹介したものの中からマスキングテープの技を使ってバースデーカード、誕生日カードを作っていきたいと思います。今これ作ってるのはプレゼントです。虹色で可愛いね、うん、で、はい、さっき紹介したリボンぐるぐるぐるっとやってリボンをつけて、そして次は枠ですね。枠をこうつけていきます。で、枠はこうちょっと重ねたりとか斜めにしてみたりとか、そういう風にするともっともっと可愛くなるかなと思います。そしてハッピーバースデーって書いて、クラフトパンチで作った星をペタッと貼って、クラッカーを、これは自分で書いてます。まあ、このクラッカーもね、マスキングテープで作ってもいいのかなと思いますね。そして最後にメッセージを書いて、はい、完成です。はい、先ほど紹介したものを使って誕生日のカードを作ってみました。このようにしていろいろとアレンジしながら作ってみてください。誕生日だけじゃなくて母の日、父の日、敬老の日とかね、いろんなカードに使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでマスキングテープの活用術はまだいろいろとあるんですけども、今回は初心者向けということで簡単なものを紹介してみました。もっといろんなもの紹介してほしいなって思ってくれた方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね。